こちらミスタードーナツ春の新作桜ドーナツ年2024年初めて出た舞桜を食べたいと思います。ちょっと持って帰る途中でチョコが割れちゃったりしてますけど、毎年出てくるミスドの桜ドーナツ、今年もピンク色で花びらの形も可愛らしいですね。だけどこれだけだとさちょっと寂しいなということで、先日残ってしまったこの業務スーパーのホイップを早く消化しようと思い、ファミリーマートのフルーツグラノーラにかけて一緒に食べていきたいと思います。なんかもう全く脈絡ないですけどね、このホイップもいつまでも置いとくわけにはいかないので、まあさっさと食べちゃいましょう。ホイップクリームにグラノーラ、なんかパフェとかにもありますけど直接やる人ってあんまりないようなイメージが自分にはあるので、ちょっと今回あえてやってみようかなと思いました。だけどまずは今回の本命に桜ドーナツから食べていきたいと思う。ホワイトチョコ、白い桜、なんかそういうのあるのかな。まあ食べてみればわかりますね。ではいただきます。桜ドーナツは優しい塩気がほんのり効いたさっぱりとした甘さと、桜ドーナツのコリコリホイップが、で桜ドーナツなんか言うな、ドーナツ生地のほのかな塩気、そして外側のホワイトチョココーティングもどこか優しさを感じる甘さになっていて、とても美味しいです。あるね、心落ち着きますね。一方のファミマフルグラにホイップをあえたら、やっぱり思った通りですね。何が思った通りなのか、そして桜ドーナツの詳細はこの後すぐに。で、思ったけどまだ時間ちょっとあるからもうちょっと喋ろうかな。で、こんなことやってる暇があったら早くやれとか言われそうなので、やっぱりこの後すぐに。ごちそうさまでした。まずミスドの桜ドーナツ舞桜についてですけど、ミルク感の甘さがあるホワイトチョコレートコーティングと、もっちりとしたドーナツ生地、そして中に入っている少し桜の塩気が感じられたあんこの甘さがとてもよく合っています。だから最初は結構強烈に甘さが来るんですが、後からだんだん柔らかな甘さに変わっていって、今まで癒してくれる楽しいお花見ができるドーナツだと思いました。で、こちらのファミマの5種のフルーツグラノーラは、グラノーラらしいザクザクという心地よい音と、ジュワッと広がるドライフルーツの酸味がバランスよく整っていて美味しかったです。で、そこにホイップクリームを入れると、やっぱり乳製品のうまさやコクなども加わるんですが、牛乳と違って中に染み込んでいかないので、最初から最後までザクザクとした食感を楽しむことができました。ただ若干顎が疲れてくる部分もありますね、やっぱり。なので柔らかく最後まであっさり食べたい場合は、牛乳やヨーグルトを入れた方がやはりいいかなと思う。一方ザクザク食感をずっと楽しみたい、音を聞きたいとあなたが思っているのであれば、ホイップクリームを混ぜるとぜひ試してみてください。というわけでどちらも美味しかったのですが、まあそもそもジャンルが違うので比較するのもちょっと考える部分ではあるんですけど、やはり桜ドーナツのまろやかな甘さと優しさが心にまで染み渡って美味しかったので、今回の代表として5点とさせていただきます。それでは、カゲロウのロックンローズル見たいぞ。なんで噛むんだよここね。カゲロウ、どちらかというと熱くてジリジリ、だけどそこまで激しくはないようなイメージなのですが、激しさが加わるとまた変わるのかな。というわけで本日はミスドの新作桜ドーナツとファミマのグラノーラホイップ混ぜを食べてみた動画でしたが、あなたは食べてみたくなりましたか？もし食べてみたくなったらぜひ食べて手にしていただけると、口に入れていただけるととても嬉しいです。そして動画のチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけるともっと嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞、主演。